メルセデス AMG S 63 4MATIC です。こちらですね、メルセデスのフラッグシップモデルといいますか、メルセデスといえばやはり S という方いらっしゃると思うんですけれどもね、ちょうど本日ですね、上野社長が S クラスカブリオレ発表されておりましたね。これでセダンとですね、クーペ、カブリオレすべて出揃いましたね。よいしょ。こちら右後ろが AMG のロゴで、左が S63 4MATIC ですね。よいしょ。いつかね、僕も自分で S クラスを乗って買って乗るというのが夢なんですけども、いつになることやらわからないです。まあね、この辺になるともう2000万円を超えて、車のお値段としてはちょっと非常に高価なものになるんですけれども、僕、以前ちょっと取材で自分で 63S、ごめんなさい、63ですね、S の63を運転というか、駐車場の中を動かした程度なんですけれども、自分で動かしたことがありまして、自分でアクセルを踏んでいるんですけれど、いつ動き出したかがわからないぐらいスムーズな走り出し、空飛ぶ絨毯に乗っているというか、歩く歩道に乗っているという表現がいいのか、本当に滑らかに動いて、2000万円もする車ってこういうことなんだなっていうのを驚いた記憶がありますね。内装はベージュ系ですね。ベージュでまとめられていて、非常にシンプルでありながら品がある、非常に上品な仕上がりになっています。で、こちらのこの枕ですね、これ非常に寝心地がいいんですよ。寝心地というか肌触りがいいと言いますか。で、こちらですね、ショーファーパッケージというものがついておりましたら、ちょっとこの車両ついているかあれなんですけれども、運転席のごめんなさい、助手席の後ろですので、こちらですね、右側の後ろがリクライニングします。 43.5 度リクライニングをしまして、それと同時に助手席が前にガーッと倒れましてですね、フットレストが出てきて、もう夢の中にすぐ行けるぐらいすごく寝心地がいいんですね。それがショーファーパッケージがついていた場合の車両ですね。で、この辺のステッチもやっぱ綺麗ですよね。これですね。ちょっと次運転席ですね。よいしょ。広いですね、やっぱりね。もう前の席も広い。ビニールがかかっているので座らせていただきましょう。よいしょ。座り心地が違いますね。この座った感じ、ふわっという感じ。ちょっと僕は今セットをしましてエンジンをかけますね。 S クラスはですね、こちらも液晶パネルとなっておりまして、非常に横に長いものが2枚つながっていて、これは非常に見やすいんですよ。で、ちょっとエンジンをかけてみたいと思います。これですね、スタートボタンいきますね。ガソリンが少なくなりました。 ETC 車載機がセットアップされていません。非常にやはり S63 というだけあってね、ちょっと踏んでみたいと思いますね。いいですね、やっぱりこの 63S。こちらですね、スポーツモード、コンフォートモード、あとこれが何でしょう、よいしょ、ちょっと何のボタンかわからないんですけれども。で、こちらで音量を全部操作しまして、ボタンですね、ラジオ、電話、ナビ、あとこれハザード、なんでしょうね、CD ですね、これねこのような形で、これはカーボンパッケージがついているので、ここは全部カーボンになっております。このカーボンがここのサイドから一周ですね、囲むようになっておりまして、屋根もスライディングルーフついておりますので、バーッと開放開きます。でちょっとですねエンジンを止めて、よいしょ、よいしょ。それでですね、この辺の車両になりますとバンと閉めないでゆっくりですね閉めていただくと、このように自動で閉まるハンドアがないようになっておりますね。後部座席ですけれども、あ、見えますかね、今これ倒れますね、これもついておりますので。ではまたですね次回更新いたします。メルセデス AMG S 63 4MATIC でした。